さあ、えー、新春対談本日のゲスト早速、えー、自己紹介してもらいましょうこの方でございますはいはいさいぐすうよちゅうがなびら新年明けましておめでとうございます令和2年4月から、はいえー、教育長を拝命しております宇佐出身の千葉のまさると言います 本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。<laughs> 子どもたちやそれからまあ障害学習を含めてね、えー、教育委員会の長を司る千葉な教育長今日はねご出演いただいております。教育長、正確の機会ですのでぜひ<や>あのこのラジオを通しては庶、い、民地域の皆さん方にですねあのー、年頭のちょっとご挨拶をぜひお願いしたいなと思いますので。あ,ありがとうございます。はい、じゃあ,あの庶民の皆様、えー、昨年度はですねコロナウイルス感染症予防のために多くの学校行事が、えー 実施できないなど、これまでに経験したことがないほど、コロナに振り回されたねずみ年でありました。えー、そのような中、ですね9年中は新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しながら、朝の見守りなど、ですね児童・生徒の健全育成に頑張っていただきました村民、地域の皆様には、えー、この場をお借りして、心から感謝を申し上げます。ありがとうございました 教育委員会におきましては目指せ心の優しさ日本一の幼稚園生学習態度日本一の小学生真剣さ日本一の中学生を合言葉に幼稚園小中学校においては子どもたちと先生方が共同してよく頑張っていただきました本当にありがたく思っておりますさらに保護者や地域の皆様にはマスクの着想など 物心両面から支えられ学校現場におきましてはコロナウイルス感染症を最小限にとどめることができたと思っております、えー、ところで話は変わりますけども人という漢字は長い棒を短い棒が支える形になっております字の示す通り人は自分一人では生きてはいけません支え合って生きる動物です新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中 今後も学校、家庭、地域、教育委員会は子どもたちの健全育成のため、それぞれの役割をしっかりと自覚、認識し、チームワークで支え合いながら、子どもたちの未来を育むことが大切だと考えます。今後ともご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。年年の今年は牛歩の今は、は歩ごとく歩みは遅くとく、くく、く、み遅も忍耐強強我慢強く 確実に目標達成のために努力する年にしていきましょう。今年は読谷村民の皆様にとっても羽ばたける良い年にしていきましょう。今年よろしくお願いいたします。ありがとうございます。学ぶ場所っていうのが本当にもう難しくなった。えー、年だったと思いますけども、このもう本当にこう。旗振り役の局長としては、もう判断も本当に。 難しかったんじゃないかなと思いますけれども、いかがいいあれも結構、市町村に委ねられたというのを考えましたよ、ね、そうですね、うん、まあ、あの読谷村はですね、まあ、あの中上あの教育長会といわ、はい、中上の10市町村で、まあ,あの、足並みを揃えて、情報連携をしながらやってきましたので、うんうん、まあ、そういった意味では、あのはい、まあ、私個人ではなくてですね、うんうん、それぞれの,あの中上市町村の教育長の、まあ、いろんな、あの、 そうです、ね、集約して、うん、本村の,、はい、あの校長会等等で決めさせていただきましたのでそういう意味ではこういうコロナ禍において常日頃の中上教育事務所を中心としたその学校長の皆さん方教育長の皆さん方の,その連携が交渉しているという感じですかね日頃のね、はい、中上は中上地区でやっぱりスクランクンでやってね、ワンチームでということをやってますので。 逆に、えー、千原教育長としては初の教育長就任で、ちょっとよ,よかったなという良、まあまあ、かったかどうか分からないんですけども、うんまあ、いい意味でですいいあの今経験をさせていただいてますので連携ができて学校長をね皆さん方も本当にあの教育長一緒になってこう学校現場を、うん、本当風通しよく情報共有しながら、えー、進められてきたんじゃないかなと思います。まあ、そういうい意味では本当にあの 市町村教育委員会に本当にこう投げられる、委ねられるというものが多くなってきたさなかではありますけれども、子どもたちの現状も、ですね本当にこう現場に任せながらも、また今、読谷村の公式 LINE の中にも、子どもたちが LINE で学べるような、そういうね仕組みを作ったりとか、そういう、ね、<ー>本当に工夫がされてますね、うん、非常に読谷村のそういった意味では、先駆けてやってる、うんはい、公式 LINE も、本当にあの、ね。 非常に有効だと考えますね,、うん、そうですね。はい、どうですかね？この三学期はどのような楽器になりそうですかね？やっぱりあのまとめの楽器でですね。うん、まあ次の年要するに次年、ね、自学年ですね。はい、あの2の、うん、つなげる楽器でもありますので、はい、先生方とやっぱりあの一緒になって、うん、あのまとめの楽器にしていただきたいと思いますね。うんうん それから中学3年生は受験がありますので、はい、またその受験勉強も頑張って思い思いの自分の夢に向かってですねその学校、ぜひ合格していただきたいと思いますね、はい。ますね